アンバーグリスキーはベリーズ北東部の沖合に位置するベリーズ最大のキーである。島の大部分はベリーズ軍に属するが、本土に近い一部はコロザル軍に属する。旅行口コミサイトトリップアドバイザーの世界のベストアイランドにおいて2013年2014年に2年連続で1位に選ばれた。世界自然遺産であるベリーズ産後小保護区の中で最大の島であり、 1970年代、初頭より観光開発が進められてきたが、保護区であるため開発は制限されており、手付け数の自然が残る。島の南部には、島内唯一の町であるサンペドロがあり、その北にあるザベリーズシークレットビーチは開発途上であるため、シークレットビーチであるにもかかわらず、サンペドロ、エスアーストケプトシークレットとしばしば揶揄されるが、近年、 より充実したアメニティを備えた人気の観光地になりつつある。付近にはセノーテやドリーネ、洞窟がある。島内での移動には主にゴルフカートが用いられる。島の北端と床ン半島を隔てるボカバカラーチコ海峡はベリーズとメキシコの国境となっている。先コロンブスキにはマヤ文明のコミュニティがあり、独自の赤い陶器を作成していた。首都のベリーズシティから 飛行機や高速フェリーでのアクセスが可能。メキシコのチェトマルからフェリーで向かうこともできる。ありがとうございます。